松大佐尾は、日本の実業家、元三越社長、香川県美濃郡宅間村出身、旧西香川県立三予中学校、慶応義塾大学理財科卒業。両親と、兄弟5人が早死にし、すぐ上の姉とその夫を後見人として、三予中学、慶応義塾大学で学ぶ。三予中学在学中は、自宅から三里邸の距離があったため、寄宿舎に入り通った。 慶応義塾大学ではマンドリンクラブに所属した。1919年慶応義塾大学卒業後、三越本店に入社。入社後の苦労は相当なものだった。和服に前掛け姿。はじめは通信販売の仕事に携わったが、残業に次ぐ残業で連日帰宅は夜11時を回っていた。古い番頭からは学校出だとしごかれ、 境内から入社した13人が、半年も経たぬうちに3人になってしまった。そして1923年の関東大震災。この大惨事で、三越は日本橋本店などを消失し、機能が完全に麻痺した。三越はもうダメだと、大阪の百貨店への就職を頼み込んだが、逆にたしなめられる。一年発起してがむしゃらに働き、九百三十年五月、 主任から、形状支店次長へ、スピード出世する。そして足掛け9年間で、形状支店を、売上高第二位の大阪支店に匹敵する、優秀店に育て上げた。そのキャリアが変われ、1938年大阪支店、次長に就任。同支店次長時に、部下が客を万引きと思い違いを支店長名の、謝罪文を要求された。 客は理髪店主で、20日間1日も休まず理髪店に通い、その誠意に店主は心を動かされ、危機を見事に乗り切った。1940年仙台支店長に昇進。1942年再び古巣の形城支店長として戻り、本店に次ぐ第2位の売上規模に育て上げた。しかし、年月日ののを聞いた後、 支店閉鎖の準備を開始。店員とその家族三百数人の生命を預かり、体を張って、全員を無事帰国させた逸話が残る。1946年4月、経常支店での業績や配膳後の危機管理の見事さを買われ、取締役本店長に営転。1949年9月、常務に承認。岩瀬英一郎社長の補佐役として、 戦後の三越再建に尽力した。また、酒を飲まなかった岩瀬に代わって、連日のように宴席を受け持った。1963年社長就任後は、増改築、多点化推進などとともに、伝統を花にかけた社風を一層して大衆化へのイメージチェンジに成功し、三越近代化の功労者と言われる。1968年銀座店新築開店。 1971年、初めて小売業で、売上高が1000億円を突破する。銀座三越1972年、社長の座を岡田茂に譲り、会長に退いた。また、慶応連合三高い二代、四大会長を務めた。先人たちは、過去を踏まえながらも、絶えず、時代を先取りする先見の命を持っていた。 京都歴史人没辞典深川174ページ、土砂海虎を先生誌のブック六64ページ、1970年11月、第105回定期演奏会プログラム冊子掲載2013年7月12日、閲覧 ABC、四国新聞京都人脈10、道を開く、名言、メイク成功の知恵、佐抜公論章は44年5月号178ページ。 香川県人物、人命辞典77ページ、託間調子845ページ、サンデー毎日2017年1月29日号36ページ。ありがとうございます。